リンコック2ブラックバーンリンコックは1920年代後期のイギリスの戦闘機である。イギリス空軍には採用されなかったが少数が製造され、中国空軍、日本陸軍に少数機が納入された。1928年にブラックバーンはアームストロングシドレイリンクスアイボックエンジンを装着した軽戦闘機を自主開発した。 木製構造の服用機で1928年5月に完成した。性能は良好であったが、イギリス空軍の受注は得られなかった。カナダ政府が興味を示し金属構造に改められた。リンコ国ク痛が製作され、1930年にテストされた。高等練習機としての採用が検討されたが、採用されず試作機は1933年、1934年に、 曲技飛行を公開した。最終型のリンコック3は5機が制作され、2機は中国空軍に、2機が日本陸軍に輸出され、1機はデモ機として残された。イタリア空軍も興味を示し、ピアジオが2座席練習機として生産するライセンス契約を結び、1機のピアジオ P11 が生産されたが量産されることはなかった。ブラックバーンリンコックハットメイソン。 フランシス・ケイザ・ブリティッシュ・ファイター・シンス1912ネーバル・インスティチュート・プレス ISBN1557500827 ありがとうございます。